クメール式のゴング。ベトナム、チャービンのクメール民族文化博物館にて、中央に演者が座って演奏する。ゴングは対面楽器に分類される打楽器の一つ。音程のあるドラ。タムタムとの大きな違いは音程があるという点であり、これは中央にある丸みを帯びた突部による。ただし、金属製で八畳のものもここに分類されるため、 すべてに当てはまるというわけではない。作曲者によっては、タムタムと混同している場合がある。区別する方法として、具体的な音程の指定がない場合には、ゴングではなくタムタムを使用すると考えて良い。マーラーの公共曲、第2番において、高い音と低い音の指定があるタムタムが出てくるが、具体的な音程の指定がないので、この場合は、サイズの違うタムタムを使用する。 ゴングの発祥地は東南アジアと言われている。ここでも中国が由来のタムタムとは異なる。通常は中心の突起の部分をバチで叩く。これにより明瞭な音程を持った音響を得ることができる。中心より離れた平面を叩いても音は鳴るが、はっきりした音色は得られない。これは通常の双方ではない。バチは通常の打楽器用のマレットのほか、 大きめのゴングには専用の太いバジを用いる。新規バファーストリングのゴングボクシングやプロレス等格闘技系の試合の際に各ラウンドや試合の開始、終了などを知らせるために用いられる。また、引退試合、ぶっこ者に対する追悼式ではテンカウントゴングとしてクライマックス20回鳴らす。使用されるゴングは直径30センチメートル前後の新鍮性の 深皿を伏せた形状が使用され、木槌で叩いて使用する。ヨーロッパではゴングではなく金を使用する場合もある。また、資金が限られているレーサーインディー団体では、日用品を改良してゴング代わりに使用する場合もある。一方、UFC では、ラウンド終了はゴングではなく、ブザーで知らせる。船舶では、船員等の食事や集合。 出航時の見送りの人々の対戦換気などの合図に使われた。鉄道車両では路面電車で軽音機として足踏み式のゴングが装備されていたことがある。ありがとうございます。